スマイア駅とは、スペインバスク州ギプスコア県スマイアにある、鉄道駅。バスク鉄道が運行している路線の駅である。北緯43度17分30秒、整形2度15分6秒付近に位置している。ここを走るバスク鉄道の路線は電化されており、レールの期間は1000ミリメートルである。西側の隣駅は、アロア駅であり、東側の隣駅は、サラウツ駅である。 スマイヤ駅から東に数百メートルのところで、線路はウロラ川を越える。スマイヤ駅は1926年にウロラ鉄道の駅として設置された。スマイヤ駅のすぐ近くにはバス停が設置されており、かつてウロラ鉄道が走っていたのとほぼ同じ経路のバス路線が運行されている。スマイヤ駅の昔の駅舎。スマヤ駅からはかつてウロラ鉄道という狂気で非電化の路線が 大体ウロラ側のリュロに沿うように内陸へと伸びていた。ウロラ鉄道は1986年に廃線になったものの、アスペーティア付近の約5キロメートルの路線は、バスク鉄道博物館の施設となっており、胴体保存されている。ユーロラトレンビデコトレンジェルテキオヒア、ガウルエグドーノースティア、ビルバオトレンビデコジェルテキア、ハットビルバオダナスティスハット、アスタシオンデズマヤハット、 ガーヨパブリコレンマパエータオーデューティジックプレイの愛、ハーリオスデルトランスポルテピューブリコ、ありがとうございます。